駅舎ホーム梅屋敷駅は奈良県生駒市門前町にある近畿日本鉄道生駒工作線の駅。駅番号は Y19。周囲に民家は少なく、主に宝山寺及び宝山寺奥の院の参拝のために設置された駅であり、宝山寺駅よりも宝山寺に近い。運賃や運転本数の点では、宝山寺駅で下車するよりも不便になるが、 宝山寺駅から下車し参拝すると、本堂まで参道の階段を登らなければならないので、当駅から下った方が楽である。初詣及び行楽シーズン時期を除き、1日あたりの乗降客はごくわずかである。なお、直行はこの駅を通過する。その際に、後日のベンチが設けられた。一面一線の単式ホームで、無人駅。上屋はなく、照明には、 LED 式照明灯が3機、駅舎は LED 型蛍光灯が設置されている。自動改札機や自動券売機はなく、宝山寺駅よりにある入り口には、小さな駅舎に待合用のベンチが設けられている。防線駅のため、生駒マ3条駅と宝山寺駅の双方が、同一ホームに発着する。駅舎前には、 第三種踏切が設置されており、奥の院へは踏切を渡りまっすぐ行くと参拝道がありそれを登ると行ける。また、宝山寺本道へは、その参拝道を下るか、踏切を渡らずにそのまま階段を降り、宝山寺駅と梅屋敷駅の間のトンネルの上を越える道を通ると参拝できる。ありがとうございます。